こんにちは。画家で映画監督の増山玲奈です。今回私が監督したママの約束原発ゼロで見つけた本当の豊かさという映画の全国上映会を企画することになりました。ぜひ全国の皆さん応援してください。この映画は私が東日本大震災を体験して子どもたちを連れて関西に避難する中で、東京だけが中心で地方はその犠牲になるという社会の在り方を変えたいなというふうに思いまして、福島に通ったり原発立地地域に通ったり、日本より先に脱原発や廃炉が進むドイツの廃炉の現場を見学したり、市民たちが作る自然エネルギーの会社を見学したり、これから日本が原発を輸出しようと計画するインドへ原発ではなくアートの交流をしに行ったり、体当たりでいろんな問題を、取材した、映画になっています。今秘密保護法や集団的自衛権の問題で命について大事なことがなかなかメディアの中で出にくくなっています。そんな中、このママの約束は関東も含む、広範囲にわたる放射能汚染の問題や子どもたちの甲状腺をどうやって守っていくのかという市民の取り組みなど、これから私たちが学んでいくべき真実がギュッと詰まっています。今からが始まりなんだってことなんですね。猛烈な放射性物質。あ、そうですか。話が出て止まらなくなった。ベラルーシ、ウクライナでは1ミリを超えると移住の権利が接するでしょ。何したって言ってほしいの。また爆発するからどうせ。この原発ってなんかこう借金と似てるなと思ってて、なんかみんなで力を合わせたらできると思う。嘘ついたらハイセンボのマス。娘ととてつもない約束をしてしまいました。人々の風車、ラインスベルク原発の廃炉の流れを説明します。まず最初の5年間は燃料を冷やします。原発よりもラブだよね。というわけで、この映画と一緒に本当のことを学びながら、各地でどうやったら子どもたちにとって安全で健やかな、未来を作れるのかということを、お話をしに行きたいと思っています。各地で自分たち電力会社を作ったよとか、こんな取り組みをしているよとかいういろんな、活動があったら教えていただいて友達になりたいです。私も実は、関西に引っ越してきて今田んぼをやってるんですけれども、自分たちの食べ物や暮らし、エネルギーを少しずつ取り戻していく。311はとても辛いことだったんですけれども、そこから立ち上がりながら福島の方々と一緒に、新しいもっと優しい時代を作っていくという感じがしています。手作りでコツコツ作った映画ですが、ギュッとした魅力が詰まっています。ぜひ全国で呼んでください。今まで北海道、秋田、福島、埼玉、東京、千葉、愛知、滋賀、福井、京都、大阪、兵庫、広島、長野、沖縄などで、上映会を企画してきました。これから全国でも上映会を続けて、多くの人たちにこの映画のこと、これからの未来のこと、いろいろ知って考えて作っていきたいと思います。各地各地で美味しいその土地土地の魅力だったりとか特産品だったりとか、そういうものをまた映像で撮って発信していったりしながら、の人々が自分たちで作る未来のポジティブなイメージをどんどん拡散していきたいと思います。ぜひ私と一緒に、原発や戦争の恐怖のない温かい未来を作りましょう。よろしくお願いします。